はい、皆さんこんにちは。シルエックスボディメンテスタジオパーソナルトレーナーの藤岡直哉と申します。今日はですね、皆さん梅雨です。梅雨になりましたね。非常に体調がね悪くなる方や、なんか体が重たいとか疲れやすいとかいう方がね非常に多いと思うんですけども、そんな方に今日はおすすめな、食べ方や改善策をね紹介したいというふうに思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなというふうに思います。でまずなんですけども、そもそも、梅雨になると、体調が悪くなる原因がありますね。でその原因の一つがまず自律神経の乱れもあります。元からそのストレスをすごい感じやすいとか、仕事でねかなり忙しくなってる人とか、人間関係がうまくいかない方とかにも、こういった時期、梅雨の時期は症状がね出たりします。であとはそうですね、日が当たらない、梅雨になると太陽が、当たらなくなってくるのでビタミン D が不足します。ビタミン D ですね。でビタミン D は、D が不足してくると、うつの症状とかねなりやすくなってくるので、なおさらですね太陽を浴びなくなってくるので、もともと体調がね悪くなったりします。はい、結論から言うと一番改善策はやっぱり運動することです。運動です。たくさん水を飲んで運動してしっかり汗をかく、これがやっぱり一番いいと思います。はい、でなぜいいかというとですね、例えばダムがありますよね。ダムは水がたくさん溜まる場所なんで、人間でいう老廃物が溜まる場所です。ダムはだんだん溜まってきて汚いじゃないですかね。流したい。人間もたくさん水を飲んで汚いダム水をどんどん汗で流してほしいんですよね。なのに梅雨の時になんか体調が悪いとか疲れやすいっていう人はなんか動かなくなったりとか家でずっといたりとか、今コロナの影響でね自粛が多いですけども、そういう時だからこそやっぱり運動をたくさん水を飲んで運動してもらいたいです。溜まったダムみたいにずっとこう体の中に水が溜まると、むくみになったりとか、あとはそうですね、体内にやっぱ梅雨の時は体内に水がすごい溜まりやすいんですよね。そういった意味でもしっかり筋肉を使って汗を出すっていうのが大事になります。はい、であとはですね、梅雨の辛い時期に改善する食事があります。3つのポイントがあります。で1つ目はですね、しっかり朝食をとるっていうことですね。でいつも食べてる人は大丈夫なんですけども、朝食いつも食べてない人に限ってですね、やっぱ梅雨の時なかなかこう体調が優れない方が多いですね。で1つは朝食をしっかり食べると、交感神経、活発になる交感神経がしっかり出るので夜寝やすくなります。副交感神経が夜出て、セロトニンというホルモンですね、それが出るので、睡眠の質もどんどん上がっていきます。ですので皆さん朝食はしっかり食べましょう。あとは梅雨の時期ちょっと気持ち悪いんですけども、なるべくあったかいものをねどんどん食べてください。あったかいものをどんどん食べて体温をしっかり上げて、汗をねどんどん出す体に、汗をどんどん出す体になっててほしいですね。はい、あとは利尿作用も、体の中からどんどん水を出してもらいたいので、食べ物となればカリウムですね。カリウムが入っている、食材といえば、納豆とかアボカド、キノコとかね、じゃがいもにも入ってるんですけども、じゃがいもちょっと糖質気になる方は、納豆、僕はアボカドとかね取ってますね。アボカドはダイエット食品にもいいって言われているのでおすすめかなというふうに思います。カフェインも利尿作用あるんですけども、ちょっとまあ睡眠の質がね、夕方以降とか飲んでしまうと睡眠の質に影響が出てくるので、なるべく、まあ、午前中だけでいいかなというふうに思います。はい、という感じですかね。はい、まあ、あとはどうしてもなかなかこう梅雨の時期食べれなくて、もうそもそも元気が出ないっていう人は、そのお酢とかレモン、梅干しに入っているクエン酸ですね。クエン酸は疲労回復効果にも非常に高いので、まあ、ビタミン B1 が結構豊富に入っておりますので、まあ、豚肉にも入ってますね。それと一緒に合わせて食べると、疲労回復にもいいので、ぜひ試してみてください。はい、こんな感じですかね。で最後結論から言うと、やっぱり一番大事なのはしっかり水分を取る、でしっかり運動する、これが一番解決策かなというふうに思いますので、まずここから頑張ってみてください。はい、今日は以上になります。バイバイ。